こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日は、音波数講座をね、受けてくださいました増田さんの、お話しさせていただこうと思うんですけれども、増田さんの方、軽く自己紹介の方していただいてもいいですか？はい。はい、静岡の、伊豆地区の下田に住んでます、増田さとみです。よろしくお願いいたします。お願いします。増田さんは、音波数講座をね、受けてくださったわけですけれども、その、受ける前ですよね、受講される前に、どんなお悩みがあったとか、どういう状態で、受講をしようと思われたかっていうことをね、ちょっとお聞きしてもいいですか？はい、そうですね。まず2月くらい、1月か2月くらいだったと思うんですけども、ずっと Facebook とかで、パステルアート、違うパステルアートかもしれないんですけど、見てたんですね。それで、綺麗だなとか、なんかこう、ね、自分も描きたいなとかって思いながらも、でも自分は絵が、苦手とかっていうのもありましたし、それでただ見るだけでいいやって諦めてたんですね。うんうん、そこで、先生のメールの登録とか、そういったのを、見つけて、登録して5日間と11日間の両方を登録して、見させてもらってたんですね。そしたら、その時ちょっといろいろとストレスっていうか、プライベートなことで、結構心がこう傷ついてたというか、そういった時だったんですけども、そういうのが、要は今インナーチャイルドを癒すとか、そういうのにすごい、なんかこう自分的にフィットしてたんですね。癒されたいっていうか、ストレスを緩和したいとか、そういったのでだんだんなんか引きつけられて、はい、応募に至った。なるほど。はい。はい、じゃあ、その実際に、音波数のね、カリキュラムを受けてみて、そして受けた後、今ね、現在なんですけれども、受ける前と受けた後と、自分の心だったりも変わったと思うんですけど、音波数なので起業していくっていう方法も学んだと思うんですけど、実際に活動とかではどうなんですか？どんな変化がありました？そうですね。本当に、まずは自分の心の中が、その傷ついたことに対してずっとこだわってたんですね。なんで、本当に習ってる時に涙も出て書けなかった時もあって、そのことがね、思い出してしまって。でも、何枚かまた違う日に書いたら、平気でっていうか、穏やかに書けた、そのことも思い出しても、いっか、みたいな、ちょっとこう、こだわりがなくなって、っていうか緩んでったっていうのがあったので、これはいいなと思って、自分も癒されたら人にも癒してあげたいかなみたいな、なんかだんだんとこう、心が軽くなった感じですよね。実際になんかその起業する方法を学んで、活動はどうですか？そうですね、本当にオンラインでこう学べたので、ちょっと掛け持ち、当時はコロナの影響でちょっとお休み期間もあったんですけど、掛け持ちしてると、やっぱ自分の好きな時間にこう、授業を受けるっていうのがすごいありがたいことで、空いた時間に。それで、進められてきたんでね、で、いろいろと教わって、で、体験会とか、そういったのも開催して、なんか自分が楽しみながら、教えながらも、生徒さんというかね、教えられる、すごいなんか一石二鳥っていうか、ね、大体プレッシャーとかが多いと、自分は後でどっと疲れちゃったりとかすると思うんですけど、なんかこれいいかもって思いましたね。いいですね。やっぱり自分自身も楽しみながらね、講座を開催できるって最高ですよね。ですよね。起業もそうだけど、自分自身のそのね、ちょっと痛みだった部分っていうのが、まあ、癒されたからこそきっと、まあ、思い出してもまあいっかっていう状態になったんだと思うんですよね。それってすごい大きいですよね。自分自身がその本当の癒しっていうものを、ね、インナーチャイルドの癒しっていうところを体験してるから、それを講座生さんとかにお伝えできるっていうのはすごい大きいですよね。どうでしたか、そういうのは。やっぱそうですね。自分が癒されてないと、やっぱりね、相手もね、わからないじゃないですか。その、いくら、癒されるとはいえ自分で実感してないとわからないっていうのがあったので、本当に私も癒されながら、まあね、教えられるっていうのすごいいいですよね。楽しいですか？楽しいです。書いてると、時間をちゃんとこう見とかないと、あっという間に過ぎちゃうんですね。なので、まあ、ある程度、最初に、まあ、2枚なら2枚とか、まあ、決めといて、進めていきますけども、はい。すごい楽しいし、書いてるうちに体がポカポカしてきて、結構冷え性とかがあったんですけど、すごく、やっぱり体が暖かくなると、こうなんか軽くなる感じもするので、心だけじゃなくて体もなんかいいかもと思いましたね。はい。エネルギーが上がってくるんだと思うんですよね、書いてて。で、心と体と、やっぱりこう、私たちの魂って連動してるから、まあ、一個が、どっかがこうね、軽くなると、それがこう、いいように相乗効果があるんだと思うんですよね。すごい、相乗効果たくさんあると思います。なるほど。はい。ありがとうございます。どうですか？ご自身が、その、まあ、音波数を受講する前にね、今の状態って、なんかこう、想像できましたか？いや、もう全然、本当に絵が苦手だし、娘によく笑われてる感じだったんですよ。何の絵を描いても、本当に何これみたいな。なので、絵描くというのはもう苦手意識でしかなかったんですね。もうまあ、ある意味プレッシャーですよね。学校の美術の時間が苦手だったりとか。ただ、なんか絵じゃなくて物を作るとか、そういったのは結構好きだったんですね。なので、やっぱり本当にこれは、まあ、ステンシルっていうかね、形があって、で消していくじゃないですか。で、失敗してもやり直しが効くっていう、なんか、ある意味安心感というか、プレッシャーがすごいなくって、それがすごいいいですよね。普通の絵だと、間違ったら直せないみたいな。まあね、油絵とかね、水彩とか、ちょっと難しいですもんね。本当にプレッシャーなくかけて。ね、あ、これだと思いましたね。なるほど。いいですね。なんかこれから先の、その、まあ、こう、もっともっとこんな風に、仕事していきたいなとかね、夢とかってありますか？まあ、だんだんね、その、受講してくれる方も増えて、まあ、本当にこの、外に出なくても、家で仕事できるっていう、ような感じで、どんどん、たくさんの方がね、こういう体験をしてもらいたいなとは思います。はい。ありがとうございます。で、今、増田さんは、娘さんが出産を控えてらっしゃるんですよね。今月ね、真ん中の子が、はい。そんな中でも、やっぱりこの仕事ができるっていうのは、やっぱりこうオンラインならではっていうのは、なんか実感されます？そうですよね。まあ、今実際ちょっと掛け持ちでね、外で仕事もしてるのもあるので、そこでは、いつ急に休みになるかわからないんで申し訳ないですって謝りながらね、もう依頼してるんですけど、これはまあ、ある意味自分でこう決めて、やれるっていうのもあるし、本当に、ね、まあ、家なのでね、慌てずにこう、ね、いろいろ準備もできますしっていう、すごいいいですよね、オンラインって。ね、オンラインも本当にね、便利ですよね。パソコンでこう作業するのって最初ちょっと苦手意識があったんですけども、案外やってみたら、できるかもって思いました。初めの頃言ってましたよね、パソコンが苦手ってね。まあ、ね、多少は習ってても、案外ちんぷんかんぷんに近い方だったので、はい。みんなそうだと思いますよ、初めはね。やっぱりね、こう、わからないことばっかりだと思うけど、まあでも、それを実践して、実行していってみると、案外できるのかもってね、思いますよね。そうですね、本当に。最初はずっと携帯で操作してたんですね。なので、まあ、携帯とパソコン連動できるのもいいなと思って、はい。すごく助かります。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。まあ、じゃあこれからもね、たくさん書かれて、そしてね、たくさんの受講生さんとね、一緒に喜びをね、分かち合っていただけたらと思います。はい。はい。今日はお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。